さあ、今日はですね、世帯語2018年グラフの読み取り問題行ってみたいと思います。で、もちろんこの後実演に行くんですが、その前に共有させていただきたい情報ございます。正解のヒント、根拠の決め手となってくれる内容は文の後半に存在してるんですよ。そういうことを皆さん文末焦点、エンドフォーカスと呼んでるんですが、具体的にはこういうところ。例えば B 動詞の右側、このあたりですね。一般動詞の右側、そして、助動詞の右側、前置詞の右側、さらには、否定語から右側、このあたりが皆さん実は正解の根拠となっておりますので、もちろんそれをですね、この後実演で共有させていただきますは幸いでございます。そしてさらには皆さんが今後ですね、自分で帳簿をやる際にちょっと参考になるんじゃないかなというところでよろしくお願いいたします。サメさん第一段階行ってみたいと思います。カレイザインポータントフィーチャー、まあ、色は重要な特徴です。その特徴っていうのはコンシダードバイコンスーマーズということで、消費者によって考えられているですね、考慮されている特徴で、それはいつですか、フェンショッピングフォーベアレスプロダクツということで、様々な商品を、まあ、購入する際に、ということですね。で、マーケティングカンパニーズ、まあ、マーケティングの会社 Our need to identify the colors ということで、色を特定する必要性がございます。じゃあそれはどんな色ですか、That can create an intention to purchase ということで、購入する意図ですね、購入したい、という気持ち、それを作り出す。そしてデザイアドアトモスフィアインリテールストアーズということで、まあ、小売店ですかね、で望ましい雰囲気、それを作り出す、ことができる色、それを特定する必要性がある、んですが、however、しかしながら It is not easy、 簡単ではございません。 To anticipate、 予想することですね。でそれは Which colors will be popular、どの色が人気があるのか、for individual items ということで、一つ一つのその商品に対して、どの色に人気があるのかということを予期するの、予想するのは、まあ、簡単ではございません。because なぜなら、コンスーマー消費者は have different preferences ということで、違った好みを持ってるからですね。それは depending on product types ということで、その商品のタイプ、商品の種類によって、商品に応じて、違った好みがあるからですよと。で、それぞれリサーチリポートディヒアということで、ここでレポートされた研究を通して、we can deepen our understanding、我々は理解を深めることができます。それは of the influence of color on consumers ということで、消費者に対して色の影響ですよね。それに対する、まあ、理解力ですかね、それを深めることができますということでいいかと思います。で、皆さんこれで一応第一段落終了しましたので、問いの1番行ってみたいと思います。 The passage mentions that it is difficult to understand を理解するのは難しい、Which colors consumers like better ということで、消費者ですねが、どの色をより、まあ、好むのか、それを理解するのは難しいですよというお話です。で、なぜなら because... ということです。で、皆さん該当する箇所どのあたりですかということですが、皆さんこれに、難しいという話がございますよね。で、これがここでいいかと思います。 It is not easy、 今簡単ではございませんということですね。で、この辺りが対応するだろうというところです。で、もちろんもう一つ分かりやすいのは、because ということです。で、皆さんこの文章中で皆さん because ですね、皆さんがちゃんとここにあるんですね。ですから、皆さん答えの根拠となるのはおそらくこの辺りかと思われます。違った好みを持ってますよ。商品の種類に応じて、違った好みということですね。で、それを選択肢の中から探していきますと、まず1番。カラープリフレンスディファーフロンジェネレーションとジェネレーションということで、まあ、世代によって違うという話は全くございません。で、選択肢の2番、ちょっと置いといていただいて、選択肢3番。プロダクトマーケターチューズザモースポピュラーカラーズということで、まあ、マーケッターの話は全く書かれておりませんでしたね。because のところには何もないよというところです。そして選択肢4番。Various products are purchased by consumers, フェンショッピング。買い物するときに、その消費者によって、まあ、購入されますよ。様々な商品が購入されます。まあ、確かにまあ、そうかなって感じはするんですが、じゃあ書いてるかと言われたときに、それが全く書いていないので、4番もダメそうということです。
で、選択肢皆さん2番見ていただけますと、Consumer's favorite colors vary、異なりますと、変わります。で、それは for different products ということで、その違った商品に対して、様々な商品に対して変わりますよということですね。で、様々な商品、違った商品の話は、ちゃんと書いてあるんですね。ですから、もうまさにこのあたりでよろしいかと思います。ですからその商品のタイプ、型、種類に応じてそれによって、好みが違いますよということですね。ですからこれでバッチリということでいいかと思います。こうですね。さまざまな商品のお話がしっかり書かれておりますので、選択肢2番が正解ということでいいかと思います。こうですね。で、じゃあ根拠はじゃあどこですかっていうと、もちろん、情報構造的に皆さん位置的にもうバッチリですね。文末がしっかり根拠になってます。そして答えとなった選択肢2番ももう確定できる根拠はやっぱり文末ですよね。で、それをもう少し細かく言うと、このあたりだったら一般動詞の右側ですよね。そしてこっちは皆さん前置詞の右側が根拠になっているということです。ですので、最初に解説した、先ほどの動画で解説した情報構造の原則バッチリということでよろしいかと思います。ではその次の問いの2番に行きますね。サミさん、先ほど第1段落問いの1番が終わりまして、その次第2段落、そして皆さん第3段落へ、突入しているところでございます。で、皆さんその次の問いの2番というのは皆さんもご存知の通りですね、このグラフの問題ですね。で、皆さん画面の都合上ですね、もう分かりやすくもう書いております。この A と B、バックスにしますか、フットウェアにしますか。で、 C と D はセルフォンズにしますか、ミュージックプレイヤーズにしますかという選択肢が並んでおります。そして皆さんこの棒ですよね、これがまあ、パーセンテージということで 20%、40%、60%、80%、100% というところでございます。で、皆さんポイントはもう明確でございまして、このあたりから皆さんにちょっと一緒に言っていただきたいんですが、 The top two、プロダクツということで、一番トップの2つの商品というのが were both those worn by the participants ということで、参加者によって着用できるもの、そして And the three lowest、今一番下ですかね、最下位のその 3つというのが、All Elite のデバイスということです。で、皆さんこのトップ2ですね、上の2つというのが、皆さんこのクロージングのところですね、まあ、お洋服、皆さん見ての通り 100% に近い状態でございます。ですから、このクロージングのところとこの A ですかね、これが皆さんトップ2でございます。で、それが皆さん見ての通り、着用できるものというところでございます。ですので、選択肢 A、A ですかね、バックスにしますか、フットウェアにしますかと言われたら、当然、着用できるものですから、フットウェアですね。それが A の正解になってきますということです。ですから皆さん、根拠 O となったところはどこですかと言われたら、ここでいいかと思います。ですので、皆さん、着用できるものですよね。それで、フットウェア。これが正解ということでいいかと思います。こんな感じです。そして、皆さん、3つ一番下ですね。それが、エレクトロニックデバイスということで、C で、そしてコンピューターズ。これが、それに相当します。で、C で、じゃあ、どっちかどっちなんですかっていうと、もうその次の文章ですね。A total of 36.4% of the participants placed importance on color for cell phones ということです。ですから 36.4%、全体のですね、36.4% の参加者が、その重要性を置いております。それは、携帯電話ですかね、に対する、色に対して重要性を置いておりますということです。ですから、もうセルフォン、36.4% ですよと、もう言って、てくれてますよね。このあたりでいいかと思います。ですので、C、D でどっちがセルフォンですかと言われたら、もちろん、36.4% ですので、皆さんここ 40% によってこっち近いです。このあたりですね。このあたりが 36.4% でございますので、これが、セルフォンズというところで問題ないかと思います。こうですね。ですので、C がセルフォンということです。これで、問いの2番の正解が出ますということです。ですから、皆さん大事なのは、いつもお伝えしているんですけども、根拠としたところですかね。で、皆さんこのフットウェアの根拠は皆さんこれでいいと思います。ボース点々点と。で、場所的にどうなってますかっていうと、皆さん B 動詞の右がなってますよね。
そして C の決め手となっているのはもちろんこれですが、皆さん前置詞オブの右側、そしてこれもそうですね、前置詞フォーの右側ですよね、これがしっかり根拠となっておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。そして もちろんとの3番も4番も一応続いていくんですけども、やってることやり方も全く同じでございます。ですので、この問題皆さんもしお手元にあってですね、この後皆さん自ら解くのであれば、根拠としたところですよね、それがこんな感じですかね。 B 動詞の右側だったり、前置詞の右側であるかどうかを確認するということと、そして今日もしくはまあ明日以降ですかね、皆さんが別の問題を解いたときにやはり答えを出してはい終わりというだけではなくって、ちゃんと根拠を考えるということですよね、その考えた根拠がなんとなくこの辺みたいな感じでは力にならないので、確実に、ここみたいな感じで、もう少し細かくですね、特定していただきたいなという感じがします。で、特定したときに、ちゃんとそれが、B 動詞の右側とか、前置詞の右側になってるかどうかをしっかり確認するように頑張ってくださいね。